こんにちは、柴崎です。はい、今日はね、こちらの絵を描きますよ。これをね、ネパールの人たちが、冬の間に高いね、山の峠を越えて、遠くの村や町に交易に行くためのキャラバンを組んで今旅をしている、そういうシーンを描いています。まずたっぷりの絵の具でね、この雪が積もったね、この今日陰になってる山の部分を描いています。私もかってね、このネパールを訪れたことがあります。とても素朴で優しい人たち出会ってですね、本当に胸の温かくなる思い出がたくさんあります。これがキャラバンの人たちが今通ってくる道ですね。ずっと下の方に見えてます。険しい道でしょう。皆さんたちは、ある意味命がけでね、この冬の峠を越えて行かなければ生活ができないんですね。そういう厳しい中にね、やっぱりこう一生懸命生きてるものの美しさ、そういうものを今表現したいなと思ってます。さあ、また遠くのね、少し高い山々描いてますよ。これはこちら側、太陽の光が当たってますね。でもやっぱり谷間なのでね、すぐに日陰になってしまうんですけどね。そしてさらに遠くにもう雪の光ね、神々しく輝いている峰を描きました。地元の方たちの信仰を集めている山かもしれません。さあ、大きな峠を描けてきましたよ。ではちょっとね、乾かして色を落ち着かせましょうね。ではいよいよこの峠のてっぺんの部分ですね。今ここに峠の道登りきった人たちの、その純白な新雪の上に落ちた影を描きました。はっきり描いたでしょ。そして今この牛の背中にね、交易品をたくさん積んだその状態を描いてます。この牛はヤクというね、チベットとかですね、そういう高いところにね、適応したとってもね、従順で力強い牛です。その牛の背中にね、本当にもう山のように交易の荷物を積んでますね。さあ、ここであなたにクイズですよ。私が今描いてるこの峠のてっぺんに登りきって、いるこの人たち、あるいは牛たち、何頭の牛と何人の人がいるでしょうか。ね、それをちょっと見極めることも楽しみながらご覧くださいね。さあ、ヤクの背中に本当に荷物がたくさんあります。ね、村で、できた、毛織物とかね、そういう町持ってって交易する品々をね、このように積み上げてあるんですね。ね、素敵ですね。でもとっても生活は厳しいと思うんだけど、
だからこそ人がこう生きている、そういうなんかエネルギーみたいなのを感じますね。人と役が力を合わせてこのね厳しい峠越えを今達成しようとしているところです。ここには一人幼い子供がねたっぷりと厚着を知ってもらって役の背中に乗っています。このね峠3000メートルか4000メートルあるんですから、もうこの峠のてっぺんに来るととっても強い風が吹いてるんですね。もうビュービューとまさに身を切るような冷たい風です。でもそんな中ね、下の方からこの峠を今登ってきて、人もそして牛も一瞬ほっとしているかもしれません。さあ今下の方から登ってくる人たちを描いてますよ。遠くの方なのでシルエットで描いていきます。普段穏やかな気候の国に住んでいるあなたや都会に住んでいるあなたとは体験することもね、想像することもなかなかできない環境ですけども、でもこうやって絵にして少しでもそれをね、あなたと私が共有できたら柴崎もとても嬉しいです。柴崎も子供の頃はどんなことでもみんな肉体労働、力仕事だったんですね。だから柴崎はこういう場面を見ると本当に、胸が熱くなるというか、そんな気持ちになります。厳しい自然であればこそ動物と人々が肩を寄せ合って力を寄せ合って生きていく、そういうものは絵にしても美しいものがありますね。さあ人と役がねだんだんと見えてきたでしょう。さあ峠を登り切ってきましたよ。ここを登り切れば下りになっていくんですね。そして目指す交易の村とか町はあと何十キロ歩けばいいのかな。もう一頑張りだね。そんな感じ、牛にも人にも見えるようですね。ちょっとこう煩雑になったところは、溶かしてあげましょう。さあずっとこうやってね遠くの方までこのキャラバンが続いてます。ね、厳しい厳しい時だからこそみんなで助け合ってこの峠越えをしていく、そうですね。厳しい時だから人々のね団結、動物と一体になる、それが試されるわけですね。そこに美しさが見えてくると思います。さあ出来上がりましたよ。少し感触を加えてね、こんな感じです。この役の角とかね、ちょっと部分明るい色で描き起こします。このくらいかな。はい、こうですね。
さあ何人の人とね、牛が見えたでしょうかね。あなたもこの絵の中に、ね、気持ちも一緒に入っていただけると柴崎も嬉しいです。はい、では周りをね剥がしてみましょうね。はい、出来上がりです。ね、どうでしたか？今回もね、最後までご覧くださって本当にありがとうございました。またすぐにね、違う作品であなたとお会いしたいと思います。それまでお元気でね。はい、それではまた。